き、えー、メンタル相談室というさんの切り抜きをやってるものです最低限ではありますが、ちょっとずつ再生数伸びたりして楽しいですが、収益化を考えると、やっぱり岡田と詳細にや他の切り抜きを始めた方が良いんでしょうかえっと、複数やったらいいんじゃないですかあの、1個やってることでノンファイが溜まったりと、あと、その、結局、あの、地道にやって伸びるというより、だいた YouTube って、その、いきなりボーンって上がって、なぜか伸び続けるっていうパターンが多いんですよね。 そのあの要は徐々例えば僕の場合もその徐々にずっと YouTube をやってたのは4年前ぐららいからかな3年4年前ぐらいからまあ徐々にずっとやってたんですけどで多分去年も僕多分登録者数20万とか30万ぐらいだと思うんですよね。 で、あの、1年後に100万にしようっていうのを去年、その Twitter と YouTube の登録者数を100万にしようっていうのが去年の僕のあの、かけながらの目標で9月か10月ぐらいに思いついたんですけど、で、まあ結果として今僕 Twitter も YouTube も登録者数100万超えてるんですけど、で、それって突然ドーンって上がってるんですよ。あの、まあ切り抜きのおかげなんですけど、っていうのがあって、その、徐々にじわじわ上がるというより、何かの波に乗っていきなり上がるっていう方が多いんですよね。 なので、例えば岡田敏夫さんとか僕とかじゃメンタリストの大,大子さんとか何個もやっててどれもじわじわしか上がらないよねっていうので全然いいと思います。ただそれをやっててどれかが突然当たる可能性があるんですよ。で当たる可能性があるっていうのはそのあの3つやっておくとあの確率は3倍に上がるので、まあ、株と同じ、そうすねまあね、あの突然株って上がったりしますよね。はい